それはどこの町行っても同じなんだよ。しまった、この辺の家美味しくないんだよな。端っこの家ゴミなんだよね。ちょっと真ん中らへん行くわ。おっ、いっぱい来てる。こいつは車に乗るリタイア組だろう。俺車の乗らないから、ポチンキの軟弱者のやることだから。あれは強き者はね、まず銃を取る。この町の王となるべく、この町の王になって初めてこの戦いの王になる資格がある。ゴミ。ナイス。ナイス。いいよ、揃っちゃってるよ俺の M416。 近いな。やべえ、頭ないからな俺。ぶち抜かれそう。秘技着地狩り。どうも、良い子は真似しちゃダメですよ。卑怯な戦術なんでね。この人 5.56mm 持ってるから奪っとこう。うめうめうめ、言うほど上手くなかったな。ベクターあった？嘘。あれ、マジで見てなかった。ベクターください。この時のために僕エクステンドマグ絶対持ち歩いてんだよ俺。あ、本当だ、持ってる。うめえ。エクステンドマグ俺絶対持ち歩いてんだよ、ベクターのために。ここの上に45の弾あったな。
コメントどうも。気づきませんでした。ここに45あったな。あっちの家にアングルグリップあったな。ここあったかな、隣か。アングルグリップがあったな。それを M416 につけて、バーティカルをベクターにつけよう。ベクターうめえ。いや、ベクターマジ最強だから。俺がベクター持ったらすぐ死ぬとか言われてるけど、実際は最強だから。カタログ多分ね、最強だよ、カタログスペック。こいつ。絶対負けないから。正面から、普通に撃っちゃえば。普通にね、普通に。もう街出てもいいかな。街出るか。でも、ベクター持ってて街出んのもな。どうなのそれって。ベクターを持ってるやつって街の王者になる素質を持ってると思うんだよ。こうやってね。ベクター持ってるやつって街の王者なんですよ。皆さん。わかる？キングね。キング・オブ・シティね。わかるかな？言ってる意味。そんなプレイヤーがさ、わざわざ自分の庭から出る意味ってある？ないでしょ？街、だから街を暴れ回ってればいいんだよ。ベクターを手に入れたら。近いの。あった。別のジュース。今、足音した、別のジュース。足音した。違う！言いたいことが言えない。こんな世の中じゃ。あれ今、銃声とは違う足音がした気がするんだけど。気のせいか。この小さな町、ポチンキを閉める俺が。俺がこの町を閉める。それがベクター持ちの使命。自分いいっすか？うめえ、うめえ、あぶねえ。なんだあいつ、なんだあいつ。はい、キングオブザシティ。あの人サプレッサー持ってたよね。なんか全然ダメージ食らわなかったけど、何の銃？こんなにダメージ食らわない銃ってあるか。何あれ、マッ、ウージーかな。全然ダメージ食らわなかったな。もうやめろよ、もういないよな。うめえ、うめえ。この人も、この人の死体も美味しくいただこう。うめえ、お、うめえ、うめえ、うめ、手が止まんね、止まんね、うめ、うめ、止まんね、止まんね、アイテムあさりが止まんね、うめ、あまりに美味しすぎて時間かけて食べちゃったよ。ビミ、うん、ビミ。2バスコで行くかな。 AR は2バスコ最強だと思ってる俺は。ベクター持ってると死ぬなんて、そんなジンクスないね。やっぱベクターを持ってれば勝てる。街中での撃ち合いは最強。こいつ待って、どうするかな。最近なんか芋ってばっかだし、殺しに行くか。殺しに行くかっつってもまあそんな敵探して見つけられるようなゲームでもないけど、たまには散歩するわ。なんか、なまっちゃうわ、こんな芋ってたら。
コチンキを制したので、このちょっと北の集落、ここを制する。次は大体いるから。いないかってことは、ミリフェスレベル3が落ちてるってことはいなさそうだな。お散歩プレイヤー、このゲームのね、弱い行動の一つだと思う、お散歩。でもねこの時間帯は正直ね、なんだろうな、お散歩狩り、真ん中ら辺でわざわざお散歩してる人間を倒せる場所ってあんまない。なんだろう、見晴らしのいい、よっぽどなんか見晴らしのいい塔とかがない限りは大丈夫だと思うんだよね。だってこんなとこさ、ここにいる人を倒すっていうプレイ自体もリスクが高いわけじゃん。こういうところ走ってくる人を倒すプレイもね、やらんでしょ。ああいうとこだったら別だけどね、ああいう見晴らしがいいとこだったら安全に守りながら近くに来たやつやれるから、こういうところは怖いんだけど、意外と何もないところって見てないで、相手も何もないところたまたま走ってて撃ってきましたみたいな。自分ここ登りますね。見晴らしがよく強そう。ほほほ。うん、見晴らし丸。うん、見晴らし丸。アホみたいに連射する。フルカスタムの M416 やっぱ強いな。だいぶ違うな。まあ M16 と、まあ M16 そんなには変わんないけど。ここマジベストポジションじゃねえか、ベストポジション in PUBG。 この状況においてここベストすぎない？ど真ん中でしょ。ほら待って、条件ど真ん中、敵が見晴らしがいい、集まってきそうな場所、もう決まりでしょ。ここでスーパーベストポジションでしょこれ。激アツ。終わったぞ。痛い、邪魔すんじゃねえ、ざけんな。あ、やれねえ、マジか。あいつ許さねえかんな、邪魔しやがって。やれなかった、クソ。見晴らしがいいってことは相手からもよく見えるってことなんですよ。邪魔しやがってマジで、かなり2発は当ててるんだけど、どこだろう、場所はわからん。これ真正面だと思うけど、
ちょっと右側だ。俺8倍スコープ持ってなかったっけ。右側からだな。わかんないよ。わかんねえっす。あいつが諦めるまで俺はここに隠れるしかないのか。半分しか使えない。この見晴らしのいい場所、やつが諦めてくれるまで俺はここで待つしかない。ふざけんな、マジで。俺の快適なイモライフが、イモりてぇ。撃ってくるかな。まだ見てんなら撃ってくると思うけど、見てない。ひょっとして今のうちに降りた方がいいのでは。後から見られたらすげえめんどくさそう。いやでもいい眺めだな。4倍スコープが欲しかったな。4倍スコープがあればよかったんだけどな。8倍取ったと思ったんだけど取ってなかった。多分そろそろ走ってくる人がいると思うんだけど、いた。ちょうど木の向こうか。これは撃てませんね。あいつ何も考えずに走ってるように見えて、これはきっと猛者。あそこのタワーにいることを想定して、このタワーにいることを想定して、やつはこの木から完全に隠れられる位置を走ってきたんだ。これはもうさ、もしかして返り討ちに遭うかもしれない。舐めてると。やり手だぞやつは。きっと車はこの真下で止まった。見えねえ。ここもさっきから木が邪魔だな。マジで森林伐採すんぞ。もしやあの丘から顔を出して俺のこと撃ってくるかもしれない。俺の存在に気づいていて。そこまでやってきたら完全な猛者。さあ顔を出せ。そろそろだと思うんだけど、来るなら。来ないか。ファイアストームを思い出すわ。このタワーでのイモリ。オペレーションファイアストーム BF4 のこういうタワーがあってね、バトルフィールドのマップに。このめちゃくちゃ高いタワーがあって、スナイパーがこういうところにイモリまくってんだよね。で、はしご登っていこうとしても、はしごにトラップとか仕掛けてあって登れないっていうね。だからみんな輸送ヘリとかで突っ込んでって殺しに行くんだよ。イラ来た人はジェットぶつけたり俺もたまにやるんだけど、たまにやってたんだけど面白かった。輸送ヘリとか乗り込んでくんだよね。そっから兵士たちがババババーって来て、一掃される。イモスナたちが。 B
PS3 にも4にもあったね。3が大元か。4では DLC で復興したんですよね。アウプの音か今。怖え。来た。伏せたら最後。君はグロエリさんの考えを、ギッグロエリさんの言葉を鵜呑みにしてしまった。それがお前の敗因だ。伏せろって言うけど、何もないところで伏せたら的だからね。遮蔽物があるところで体を隠せる状態だったら伏せていいんですよ。そろそろ移動しなきゃ。行くか。ここに一人いるはずなんだよね、この下の家に。まだいるならば、あの青い屋根の家に。青でもないか、この俺の正面。あっ、危ねえ。ここに入ったんだけど、一人まだいるのかな、まだいるのかな。なんかめっちゃここ隠れてそう。もう行くか。あっちに渡りたい。撃ってきたわ。あれ？SR っぽくね、これ。今左後ろから足音がした気がした。俺が多分やり直した人だな、これ。大丈夫、ここならあっちから撃たれない、あいつに撃たれないはず。俺がやり直した人っぽいな、今撃ってきたの。やられてるやられてるやられてる。どんな気いるんだこの辺。やーばいとこいんなこれ。俺結構集まってんだこれ、この辺。とりあえず後ろから撃たれないはず。うわ、やばい。これあそこにいるんだよな、一人。あの俺がいたとこに、俺がいたとこの下に。走るわ、とりあえず。この辺やべえ、マジで。密集が、密集してる、人々が。当たんねえか。でも SR 持ってるから、この人行っていいと思う。 SR とこの人は AR だから。俺に気づいてないぞこれ。いや気づいてたわ。 SR とこの人は AR だからね。まあちょっと今危なかった。まあでもここを取れたのはでかい。ヨンスコども、蓄えてんね。やり合ってんね。残り1分か。移動した方がいいな、これ。あそこまで走んなきゃいけないのか。俺これ車ないかな、車。車ないかな。走るぐらいなら車の方がワンチャンあるけど、割とここ徒歩はやばい気がするんだけど。車ねえか、車ないわ。行くしかないみたいですね。あるじゃん。
行くわ車で。あ、でも川がアンチか。川まで突っ込むわ。いいっすか自分。カッパします、カッパ。川までとりあえず突っ込むわ。そっから、まあ上がれそうなとこ無事上がろう。それから落ち着こう。まあ見ててよ。まあ見ててよ。いや、いけんじゃねえかこれ。いけたわ。普通に安全したい。ここ入りますね。どうせ中にいるんだろうこれ。どうせいるから。いないんかーい、いないんかーい。マジ危ね、ゴミエムだった。こいつ下に入りやがったぞ。俺の家だぞ、俺の家だぞ。ここは出て行ってもらおうか。すまんが、あと3人。俺の下と、こっちに1人でしょ？で、あっちでしょ？下、下、動き出すな。レベル3ヘルメット落ちてるんだけど、俺の真下に。下の人動いたな。これ俺ガン待ちされてるかも。下で。だるいな。まあ手はあるけどね。結構。こいつとも1対1は避けられないな。早めにもう勝負仕掛けるか。ギリギリだと共倒れになるから、早めに俺も降りて、この真下のやつと勝負するか。嫌だな、こっから勝負行くの。あと多分こっちに1人と、向こうに1人だと思う。いや、倉庫入ってるかも、もしかしたら。向こうにいたやつは。ちょっと待ってね。あと2人の場所は読めない。
あと2人の場所が分かんないな。あ、色は真裏だ俺の。こっちから入ってきたら暑いんだけど、こうやって俺の真裏に1人入ってくるぞ。これくるくるくる、入ってくる。これ俺バレてんのかな。早く来いよ、ガスに飲まれるやんけ。これガスに飲まれる。これん？ん？なんか今グレ来た。こっちから来たんだ今。見てなかった。ああ、そっちか。木の裏かな、多分。こっち側だな。ちょっとわかんないな。どっちがアンチだ、ちなみに。これまだしばらくアンチだ。多分相手何もないとこいるよ、多分。ここのこの壁の裏だと思う、普通に。いたわ。頭取ったな。多分瀕死だと思う。どうも。いや、なかなかの長期戦だったな。よかった、勝てて。